Google アカウントを新規に取得する方法を紹介します。 Google アカウントを作成すると Gmail のメールアドレスとして使用できたり、 Play Store からアプリのダウンロードができるようになります。まず設定メニューを表示させ、アカウントと同期をタップします。アカウントと同期画面で下に表示されたアカウントを追加をタップします。アカウントの追加画面が表示されます。表示される項目の中から Google をタップします。ここで新しいアカウントをタップします。この画面で姓名を入力します。姓が入力できたら次へをタップします。今度は名前を入れます。入れ終わったら完了をタップし、次へをタップします。メールアドレスを作成画面になります。希望するユーザー名を入力します。6文字以上30文字以内で入力します。入力したら次へをタップします。入力したユーザー名が使用できない場合はユーザー名の変更画面となります。ここで再度ユーザー名を入力するか、タップして候補を表示を選びます。表示したユーザー名候補でよければ、そのユーザー名をタップして、再試行をタップします。ユーザー名が使用できる場合、パスワードを作成画面となります。パスワードは8文字以上を入力します。続いてパスワードを再入力します。そして次へをタップします。予備の情報画面が表示されます。ここで予備のメールアドレスを入力します。次はセキュリティ保護用の質問を選びます。その下にその回答を入力します。入力できたら次へをタップします。 Google プラスに参加する画面が表示されますが、ここでは今は設定しないをタップします。アカウント作成の完了画面が表示されます。内容を確認後同意するをタップします。次に認証中画面が表示されます。ここで表示されているアルファベット絵文字と同じテキストを入力します。入れ終わったら確定をタップして、次へをタップします。次に購入可能にする画面が表示されます。ここではこのまま好き
キップをタップします。バックアップ画面が表示されます。 Google アカウントでこの端末を常にバックアップするのチェックボックスにチェックがあることを確認して次へをタップします。これで Google アカウントの取得は終了です。登録したアカウントが表示されます。また設定メニューのアカウントと同期を見れば取得したアカウントを確認できます。